皆さんこんにちは。今回は3分切れ負けの実況をしていきます。1局目は角換わりですね。で、角換わりでこっちが右四間飛車に構えた将棋になってます。金を上がって、銀を上がってくる手には角を取って、同金に銀を上がって角換わりですね。で、こっちは腰掛け銀にしていきます。まあ、最近プロの将棋でよく早繰り銀にする将棋もあるんですけど、まあ、腰掛け銀も多くて、まあ、オーソドックスな形なので、今回は自分は腰掛け銀を目指しました。で、相手の方4四歩ってついてきたんですけど、4四歩ってついてもらえると、こっち右四間飛車にしやすい意味があるので、右四間飛車に構えていきました。これで次にこう4五歩って仕掛けていく手があるので、右四間飛車に構えやすい感じですね。で、端歩は受けておいて、相手の方位取ってきたんですけど、入場して、端歩ついてきた手に角を打つのが右四間飛車の攻めの一つの手筋で、まあ、4筋に効かせて攻めの威力を増してる感じですね。で、金を寄って中央を守ってきたんですけど、早速仕掛けていきます。同銀同銀同桂で銀を逃げてくるんですけど、2筋が弱いんで2筋を攻めていきます。歩を垂らして次2二銀打ちの王手を狙います。まあこんな感じで相手陣の弱いところを狙うのが将棋の急所ですね。まあ結構駒落ちの将棋だと結構こう相手の弱いところを狙いましょうって言われるんですけど、まあ、それは平手でも大事なことで、やっぱり弱いところを攻めるのが急所ですね。で、先相手の方4二金って寄ったんですけど、これ寄ってないと4四角同金5三桂成っていう攻めがあるので、それを防いで寄った意味ですね。ただまあ寄ったことで2筋が薄くなったので2筋を攻めたっていう展開です。で、角取りにしてくる手には切っちゃって銀を打って桂馬取って、同玉は3三銀が厳しいので歩を取ってきたんですけど、まあここからこっちはどう攻めるかっていう感じですね。あんまりゆっくりしてると3七銀とか3七角とかこう飛車取りに打たれて、で、飛車を取られるとさらに4号の桂馬まで取られてしまうので、あんまりゆっくりはできないですね。ゆっくりしすぎるとこっちの攻め駒を攻められて駒をボロボロ取られて入玉みたいな展開があるので、こうゆっくりはしてられないですね。なんでどう攻めるかってところなんですけど、まあ、こっちとしては2一の銀だったり4号の桂が今のところこう盤上にいるので、それを拠点に攻めていきたいところですね。まあその手順が実際どういうところでいくかっていうところなんですけれども、まあ、本譜はこれ3二銀打ちって王手で迫っていきました。まあ、これで攻めがつながるかなっていうのをずっと読んでた感じですね。まあ、難しいところなんですけど、これで行ってみようかなっていう感じでしたね。同金で同銀ならずで。同玉は3三金、4一玉、5三桂成みたいな攻めがあったんで同飛車だったんですけど、金打って同飛車に同桂成で。まあ、これも同玉って取るところだと思うんですけど、飛車打って。で、まあ合駒してきた手に、まあ、ここでどうするかですね。単に8一飛車成とか桂馬取ったり、まあ、1一飛車成ってこう香車を取ったり、まああと一つ考えられるのは4四飛車って金を取って同玉に3二飛車成とかもあるかなと思ったんですけど、本譜は桂馬を打って、まあ、これは玉逃げてくるかなと思ったんですけど、まあ、同金は同飛車で攻め駒が増えるので逃げてくるかなと思ったんですけど、これで香車取って次に1三竜って引く手が、これが厳しくて、これまあ上に逃げられるようなんですけども、これ竜回れば詰みですね。というわけで次が2局目ですね。2局目も角換わりの将棋なんですけども、今回は右四間飛車とかではなくて、4号桂速攻を使った将棋になってます。まあ歩ついて銀上がってこんな感じで4号桂速攻を狙ってる感じですね。で、歩をついて次跳ねますよみたいな準備を見せて、で、端歩ついてきた手に早速仕掛けました。まあ、同歩なら端歩も突き捨てて4五桂って跳ねようかなと思ってたんですけど、相手の方は歩をついてこう跳ねる手を防いできたので歩をぶつけてもう仕掛けていきました。同歩同桂で銀を逃げた手に一回支えておいてどうかっていうところですね。で、歩を取ってきて、これはまあ歩を取りつつこうこっちの2筋の攻めを受けてる意味もあってどうかっていうところなんですけど、とりあえず端歩をつけて捨ててこう攻め筋を増やしていきました。2筋も突き捨てて同歩と取ってきたんですけど、これには香車を走るのが手筋で、同香に角打てば2一角成と3四角成の両狙いでどっちも結構厳しいので、これは結構攻めがつながる形なんじゃないかなと指している時は思ってました。まあ、3四角成が6一の金と3五の銀の両取りになったりして結構厳しいですし、2一角成と桂馬を取れるのも大きいので、この辺りは結構まあ攻めた甲斐があったんじゃないかなと思ってました。相手の方は3、4角成を受けてきたんですけど、桂馬取って、で、香車にはまあ飛車逃げて、次に3五飛車で銀取る手も見せつつ、で、これ次放っとくと5五桂って金取りに打つ手が、まあ2一の馬とこう協力した攻めになって、結構厳しいので、それが入ると厳しいので、相手の方は歩をついて5五桂を防いできたんですけど、
まあ、ここでどう攻めていくかっていうところですね。あんまりゆっくりしてるとこっちも飛車を狙われたりしたり、まあ、4四歩とかこう桂取りに打って補強されたりすると、まあ、攻め駒をボロボロ取られる展開になっちゃうので、ゆっくりしてるとそれはまずいですね。なんで結構急いで攻めていかないといけないんですけど、もう切って歩を垂らしました。これはある意味金を斜めに誘えの狙いで、同金と取らせれば4三銀と王手できる意味ですね。なんで相手の方早逃げしてきたんですけど、まあ、こっちは桂馬打って逃げ道を塞ぎました。やっぱり左側逃げられると結構広いので、その広いところには逃がさないっていうのが結構大事ですね。広いところに逃げられると相手の攻撃が全然捕まらなくなるので、逃げ道はあらかじめ防いでおく感じです。相手の方はまあ次4三馬って金を取って攻めていく手があったので、それを防いで金を避けてきたんですけど、まあ自然に同桂成りで、同玉は4三金で詰みですし、同銀も6三銀と王手していけば寄り形ですね。というわけで3局目に行きます。3局目はこっちが3三金型早繰り銀を目指して角を上がったんですけども、まあこれ取ってこなかった将棋ですね。棒銀を目指して。7七角に同角成り同金ならその3三金型早繰り銀なんですけど、取ってこなかったパターン。で、相手の方は歩を突き捨てて早速銀を出て、こう棒銀で攻めてきて、これまあどうやって受けようかなっていう感じですね。ただ棒銀の攻めってこっちの飛車がこう5段目に効いてると受けやすい意味があるので、まあこれ飛車5段目に引いてなんか受からないかなっていう風に考えてました。まあ本譜もそうやって飛車を5段目に1個引いてこう受けていくんですけども、今その展開を読んでる感じですね。こう飛車の横利きを生かして受けられないかなっていう手を考えてました。で結局受かりそうかなと思って飛車を引きました。これ銀取りなんで、まあもう銀出てくるんですけど、角取っちゃって同銀に歩を打つのが狙いで、これ次8号飛車って銀取りに回る手があるので、まあ同飛車で取るのが自然なんですけど、角を打ってこれ飛車取りなんで、まあ飛車取られるわけにはさすがにいかないので飛車引いてくるんですけど、歩を打ってこれ次8号飛車って回る手と、8三歩成同飛車に2二角成同金同飛車成っていう攻めを狙ってて、相手の方はそれを両方受けるために角を打ってきたんですけど、これまあ8号飛車を防ぎつつ8三歩成に同角って取れる意味なんですけど、これ同角って取ると8号飛車ってそこで回れば銀取りが受からないんですよね。なんでまあそれを狙って歩を成った感じです。とはいえこれ同飛車って取ると2二角成同金同飛車成が厳しいので、このあたり結構うまくいったんじゃないかなと思ってました。これちなみに歩を成る前に2二角成同金同飛車成ってすると同飛車って取られるんですけど、歩を成り捨てて同飛車って取らせることで、まあ、飛車の横利きが効かなくなるので2二角成から攻めていけるっていう狙いですね。で本譜は同角だったんですけど、これにはさっき言ったように銀取りに飛車を回れば、これ銀取りが受からないので、まあ、ここは1本取ったのかなと思ってました。まあ、ちょっと4七角成とかこう角を成って同銀なら8号飛車みたいな手は怖いんですけど、4七角成の瞬間に8二飛車成ってこう飛車をボロッと取れるので大丈夫ですね。相手の方は金を上がって固めてきたんですけど、まあ銀取れるので、このあたりは良さそうですね。まあ銀得ですし、まあそれ以外にこっちが悪いところがないので、まあさすがに良さそうかなっていうところですね。まあこの銀得を生かして、まあ攻めていければなっていうところなんですけど、まあ歩も取れるので取っていきました。で、まあ相手の方としてはゆっくりしてると駒損が響いてくるというか、ゆっくりした展開になると駒損側が悪くなるっていうのが結構セオリーなので、相手の方は角をこんな感じで攻めてきて暴れてきたんですけど、この局面冷静に見るとこっち角得なんでさすがにいいかなっていう感じですね。で飛車から歩が手筋で、同金なら8一飛車成、まあ、7二金とか逃げても8一飛車成で桂馬取れば優勢ですね。ただ金を次ボロッと取れるのも大きいので、まあ、この辺りはいけそうかなっていう感じですね。で桂馬取っておいて、相手の方は飛車打って受けてきたんですけど、まあ、同竜と取っておいて同金と取ってきて、まあ、ここでこっちの手番が来るので、まあ、どう攻めようかなっていうところですね。まあいろいろあると思うんですけど、まあ、ここをちょっとこう具体的にどう決めていくかっていうのが難しいなと思っていて、まあただこうなんていうんですかね、右の3人の金が浮き駒になってるので、まあ、これをうまいこと攻めていけないかなと思ってました。まあ、3人の金だったり2人の銀をこううまいこと攻めていければ3三角成ってこう攻めていく手があるので、本譜もこんな感じで歩を打って、まあ、同銀と取らせることで3三角成が実現するっていう感じなんですけど、まあ、こんな感じでいけたらいいなと思ってました。でうまくいったので相手の方の投了っていう感じですね。